前半で3つ伸ばせればチャンスあるかなと思ったんですけど、まあでも上があんまり伸びてなかったんで、まあ、後半、まあ、いけるかなと思ったんですけど、出だしでダボがちょっと痛かったですね。まあ、ちょっと追いつかないかなと思ったんですけど、そこからいいゴルフできて、でもやっぱ上がりがちょっと悔しかったですね。まあ、久々の試合で試合感もだいぶ戻ってきたんで、まあ、再来週の全米オープン、楽しみですね。2年またぎますけど、まあ、でもそれでも来年1年しっかり頑張って、また3年連続賞金を目指して頑張ります。